アランカニンガムの探検業に参加し、この探検で、ブルーマウンテン、ラクラン川、マッコーリー川などを経由しつつ、約1 9 3 0トルを探索する中で約450種の標本を採集し、植物学者の最初の経験を得た。同1817年12月22日の航海でキング・ジョージ・サウンドに到達、短い期間を滞在し、 その後翌1818 18年1月21日から月末にかけてコールバン諸島の北海岸に達し多くの新しい植物を発見した。同1818 18年6月4日にはティモール島に達し、同年7月28日にはポートジャクソン湾に入った。この時までにカニンガムの最終植物は約300種を超えていた。1819年中は キーラ山、イラワラ、ウロンゴン、ホバート、エンデバー川、ローンセストンなどを探検し、多くの成果を得た。1820年1月12日には、シドニーに戻り、同年6月15日には3回目の航海を開始、1822年4月25日まで2年をかけて、最終的にオーストラリア大陸を北回りで一周した。 この航海中に乗船したマーメイド号は悪天候で沈没の危機に陥るなどの危険があった。1822年9月にはこれまでに採集した植物標本とニューサウスウェールズ州の地理をまとめた回顧録の編纂に取り掛かり、これは1825年にポートジャクソンからバサーストにかけての先住民族と植物学として出版された。1823年にカニンガムは ハンター地域上流にあるグレートディバイディングレンジ、域の調査に取り掛かり、ダーリングダウンズを発見した。翌1824年には、キャンベラ調査、1826年には、長年の探索を希望していたニュージーランドの調査を行った。しかし悪天候に阻まれ、カニンガムは南下することができなかった。その後もカニンガムは、オーストラリアの探検を続け、 1828年にはカニンガムギャップを発見するなどの功績を挙げつつ、1829年にはブリスベン川の調査を行い、1831年にイギリスに帰国し、政府機関の農業関係職に就いた。しかし1832年には職を辞し、1837年にイギリス政府の植物学者としてオーストラリアへ戻った。 1839年6月27日、シドニーで死去、47歳没。死後の1901年、シドニーの王立植物園に骨が埋葬されると、共に記念碑が樹立された。オーストラリアに生息する植物の内南洋杉、カンニンガムのマ王などはカニンガムを呼び、カニンガムの兄弟で、同じく植物学者であるリチャード・カニンガムを称えて、命名されたものである。 カニンガムハイウェイはカニンガムにちなんで命名されたほか、カニンガム地区はカニンガムが同地を訪れた最初のヨーロッパ探検家であったことにちなんで命名された。また、クイーンズランド州の地名であるアランはカニンガムのファーストネームから取られている。エーカンは植物の学名で命名者を示す場合にアラン・カニンガムを示すのに使われる。ありがとうございます。